タンネンベルクの戦いは第一次世界大戦が勃発した1914年に正規したドイツ帝国とロシア帝国間の最初期の戦いである。1914年8月17日から9月2日にかけてロシア軍の第一軍、第二軍とドイツ軍の第八軍によってドイツ領内の東プロイセンのタンネンベルク周辺で戦われた。ロシア軍の兵力は ドイツ軍の2倍以上であったが、ロシア軍は無線による司令文に暗号を用いなかったため、ドイツ軍はロシア軍の無線の内容を傍受した。戦いの結果、ロシア第二軍は東プロイセンで包囲殲滅され、残ったロシア第一軍はロシア領内への撤退を余儀なくされた。この戦いで注目すべきは、ドイツ軍が鉄道を利用して素早く大量の兵力を移動させ、 ドイツの一個軍が、それぞれ自軍の兵力を上回るロシアの二個軍の、格好撃破に成功したことである。なお、この戦いが実際に行われたのは、アレンシュタインの南西、タンネンベルク周辺数十キロの広大な丘陵内市、平原地帯であり、ルーデンドルフの補佐官であった、ホフマン中佐の提案によって1410年のタンネンベルクの戦いにちなんで名付けられたものである。 歴史的な戦いとは直接の関連こそなかったものの、ドイツ人とロシア人、ゲルマン民族とスラブ民族のナショナリズムを高めるための物語として使われた。中央部の薄灰色の部分が、ポーランド立憲王国。赤枠で囲ったエリアが、戦意図に該当英仏連合軍はロシアが東部戦線を形成してくれることによって、西部戦線において、 ドイツ軍を食い止めることができると計画していた。一方でロシアはドイツロシア国境付近で混乱を抱えており、また南のオーストリアやオスマン帝国の存在により、東プロイセンに対する干渉は限られたものとなった。東部戦線はポーランドの過去3度にわたる分割により、ドイツオーストリアロシアは国境線を接しており、ロシアは海戦と同時にドイツ領東プロイセン。 および、オーストリア領東がリツヤに進行を開始した。しかし、ロシアの鉄道は後期を採用しており、他の欧州地域の標準機とは路線が接合されておらず、ロシア皇帝をいただく、同訓連合として事実上の衛生国であった、ポーランドも、また標準機であったため機動車や貨車は、直接乗り入れることができなかった。また当時ロシアの鉄道の四分の三は単線であった。 兵員は、ロシア国境付近で乗り換える必要があり、軍事物資は、中継駅に散席され、積み替えのため大量の人員と労力を要求される、こととなった。ロシア軍は8月15日までに27個師団を動員し、23日までに52個師団を動員する、予定であったが、実際には90個師団が使えるようになるまでに60日、かかった。また、 蒸気のような問題があるにもかかわらず、ロシアはフランスに対して南部でオーストリア・ハンガリー帝国と先端を開き、8月15日までに東プロイセンへ進行することを約束した。ドイツとロシアの国境付近は防衛のため、どちらの陣営も道は舗装されておらず、わずかに砂地の上に道が作られていただけであり、東プロイセンに進行したロシア軍の補給は不十分となった。 さらに、ロシア軍は、多数のコサックと騎兵を展開したが、馬は一頭あたり十人の兵に対する補給物資が必要であった。一方、ドイツ側はロシアを第一の脅威と認識していた。シリーフェンプランはフランスを可能な限り早く、降伏させた後、鉄道によって兵を東部戦線に輸送して、ロシアとの決戦に挑むという発想に基づいていた。ドイツ第八軍は、 ケーニヒスベルクに位置しており、この旧都は、対ロシアにおける最前線であり、都市は、プレーゲル川と大目川に区画されたエリアで、重要再化され、さらにまた国境に対しては、東部からアンゲラップ川や荒川沿いに配置された、防災や封鎖線で、防備されていた。ドイツ軍の基本計画は防衛と地帯戦術に、あったが、内戦戦術を原則とし、あくまで、平野部で、 ロシア軍を撃退し、ケーニヒスベルクに包囲されることは回避すべきとしていた。ロシアは第一軍をケーニヒスベルクの東に第二軍を南に布陣していた。ロシア側の作戦ではパーベル連年間プ指揮下の第一軍が東部からドイツ国境線を突破し、ケーニヒスベルクに対して攻勢を行う予定であった。アレクサンドル・サムソノフ指揮下の第二軍は、 東プロイセン南部、ポーランド立憲王国北部のバルミアマズウルイ周辺から東プロイセンに侵入した後、北上してドイツ軍を軽に潜める国で孤立化させる予定であった。東プロイセン南方のポーランド国境線一帯は氷河期に堆積した岩屑からなる、なだらかな丘陵と、それにせき止められた無数の氷河湖や河川から構成されていた。 標高差50メートル内外のなだらかな丘陵と森林地帯の見通しは悪く、街道を外れれば方位や位置を容易に見失う危険があった。また、標準機による鉄道網は湖水地方の複数の箇所でドイツ軍要塞により閉塞されており、ロシア第二軍は徒歩やあるいはワルシャワ方面からの一本の鉄道線により進出しなければならなかった。 1914年8月17日から23日までの展開1914年8月23日から26日までの展開単年ンンベルクの戦場でのヒンデンブルク最初の州はおおむねドイツの計画に沿って状況は進んでいった。8月17日、ロシアのパーベル連年カンプ指揮下の第一軍はドイツのケーニヒスベルクを目指して東プロイセンに侵入した。 ドイツ第8軍の集結状況は、根拠地からの移動が未だ半分という状況であり、ケーニヒスベルクに駐屯する第1軍団、第1機兵士団の一部、第1予備軍団は、ケーニヒスベルク東の国境近くへと陣取った。国境近くのシュタルペーネンで起こったシュタルペーネンの戦いという小競り合いにて、ヘルマンフォン・フランソワ指揮下の独第1軍団は、成功を収めた。これは、 フランソワの独断による交戦と考えられている。ドイツ第8軍の総司令官、マクシミリアン・フォン・プリットビッツは、当初の防衛計画通り、軍民年へと向かって撤退するように命じた。ロシアによる反撃は8月20日に行われ、マッケンゼンの独第17軍団は、改装状態へと陥った。この戦いが軍民年の戦いである。この戦闘によってロシア第1軍は、 ケーニヒスベルクの東に陣取った。8月21日、サムソノフ率いるロシア第2軍はわずか3個師団で守られている東プロイセン南部国境から進軍を開始した。サムソノフ旗本のロ第1軍団と第23軍団はウクライナのノボゲオルギエフスクを8月17日に進発して移動してきており、第1軍団はロシア軍精鋭部隊であった。 ドイツ軍総司令プリットビッツは、軍民連での敗退とロシア第二軍の南からの、前進を見てビスワ側まで撤退し、東プロイセンを完全に見捨てて、ロシアに明け渡そうとした。これによってプリットビッツはモルトケによって解任された。参謀総長モルトケは、第八軍司令官の後任として引退していた、パウル・フォン・ヒンデンブルクを、その参謀長としてエイ、エーリヒ・リューデンドルフを任命した。 二人のロシア軍司令官は1905年の法典、海戦以来互いに嫌っていた。アレクサンドル・サムソノフは、公に、パーベル連年カンプの振る舞いを批判していた。同じ信念を持っていたにもかかわらず、法典海戦で配送中の鉄道の駅で殴り合った、ことがあったとの風説があった。連年カンプはよほどひどい状況にでも直面していない。 限りサムソノフを助けるようなことはしないと考えられた。それに加えサムソノフの第二軍は物資補給の状況が深刻なものとなりつつあったが、それを連年艦譜は知らなかった。連年艦譜はドイツの別の構成に備える必要があると考え、第一軍の再編成をするため進軍を遅らせることを決定した。しかしロシア側は展開している軍事力の規模において、 依然として優位を保っていた。ドイツ第8軍はサムソノフの進軍をカバーすることができず、サムソノフの左翼は抵抗なしで楽に進軍することができた。ケーニヒスベルクに展開しているドイツ第8軍は包囲される深刻な危機に直面していた。プリットヴィッツの参謀であったマックス・ホーフマン中佐はロシア軍司令官の間の不仲に気づいていた。 ロシア軍はこのまま分かれて行動し続けると思われたので、ホフマンは、帝ニヒスベルクの東を守っていたドイツ軍の大半を南西へと移動させることを提案した。この時、ロシア第一軍の南にいた、独第17軍団と第一予備軍団をサムソノフの右翼である、ロ第6軍団と対峙するために、南へと移動させる準備をした。独第1騎兵士団は、 ケイニヒスベルクの東の守りとして、連年カンプの第一軍と対峙し続けることになる。ケイニヒスベルクは東に兵を置いているのみで南に、対しては完全に無防備であった。この計画は、定石から考えれば、とても危険なものであった。もし第一軍がケイニヒスベルクに向かって、直接精神するのではなく、迂回して南西へと進軍した場合、移動中の 第8軍の最最翼は攻撃にさらされることになり、また第8軍が反撃しなければ、ガラアキの南から k ニヒスベルクへと北に進軍されることになる。しかしホフマンは、ロシア軍司令官間の沿根と次の日の命令は無線通信によって伝えるというロシアの監修からこの作戦に自信を持っていた。ロシアは電信線の限界を超えて進軍してしまっているが、 短距離無線の技師は不足して暗号理論もなかったため暗号化されていない無線通信に頼らざるを得なかった。これによってメッセージは明白に伝えることができたが同時にドイツ側へと計画は簡単に露呈してしまっていた。ヒンデンブルクとルーデンドルフは8月23日に到着した際すでに開始されている作戦行動が現在作成している計画と 一致していることを知って喜んだ。プリットビッツは、すでに鉄道による撤退を命じていたので、ルーデンドルフは、フランソワの第一軍団にドイチュアイラウまで乗車して、ロシア第二軍と対峙していた第二十軍団のさらに、右翼をカバーするように命じた。ホフマンも、同様の命令を出していたので若干の混乱が、発生したが、こうして、罠が出来上がった。ルーデンドルフはモルトケが、 西部戦線から三個軍団と一個機兵次第を引き抜き東プロイセンへと再配備することを知らされていたがその到着は遅すぎるため必要がないと抗議していたこの時期フランスに対するドイツの攻勢に勢いがなくなってきており東部戦線への軍団の抽出は西部戦線引いてはシュリーフェンプランの破綻を招きかねない選択であったしかしモルト家は 東プロイセンを失うのはあまりにも大きな敗北であると考えており、ルーデンドルフの抗議を無視した。シュリー・フェンプランは、パリ東部のフランス軍の迅速な包囲と破壊による決定的勝利を必要としていたが、東部戦線のロシア軍の動きもあって、結局失敗してしまった。なお抽出する参考軍団は、結局二個軍団に減らされたものの単年ンンベルクでの戦いには間に合わなかった。 8月22日サムソノフの部隊は、ドイツ軍と遭遇し、いくつかの地点で押し出すことに、成功した。23日サムソノフは、ドク、第20軍団を攻撃し、オルラウから、フランケナウまでのラインへと、ドイツ軍を押し込んだ。ホフマンは、新しい無線通信を傍受した。例年カンプの新しい命令は、ホフマンの期待通り、サムソノフを無視して第1軍を精神させるという、 ものであった。またサムソノフはドイツがタンネンベルクまで撤退すると考えており、自身の第二軍を北西へと進軍させる計画だという情報も傍受した。これまでルーデンドルフとヒンデンブルクは傍受した情報が真実か疑っていたが、最終的にその情報を信じた上で作戦を立てた。その作戦内容は、フランソワの独第一軍団がロシア第二軍の左翼を攻撃し、 その間に、独第17軍団を、ロシア第二軍の右翼と対峙すべく移動させるという、ものであった。フランソワは迅速な行動には、大砲の補給が必要だと主張したが、ルーデンドルフに却下されたため、26日には、補給を待つために、緩慢な攻撃しか仕掛けなかった。1914年8月27日から30日までの展開26日の朝、 ロシア第一軍は、堤ニヒスベルクへの精神を開始した。この時、ドイツ軍の大半はすでに、ロシア第二軍に対処するため南へと移動していた。ロシア軍の動きと、ドイツ軍の動きを埋めるにはまだ、いくらかの時間があり、独機兵第一師団が、防衛拠点での地帯戦術を展開していた。この26日が、ドイツ第八軍の作戦計画全体において、 最も重要な1日だと考えられている。ヒンデンブルクは計画の続行を決断した。ロシア第二軍の右翼を形成する第六軍団は、独第十七軍団及び第一予備軍団と接触し、南東に押し込まれつつあった。27日には、フランソワの第一軍団が、ロシア第二軍の左翼、精鋭のロシア第一軍団に、 大量の重砲を打ち込み回装させることに成功した。中央部の戦闘はロシアが優勢であり、独、第20軍団は押し込まれつつあった。しかし、ロシアの前進が成功したのは、中央のみであった。ルーテンドルフは苦戦している、中央部の戦いを援助するため、独第一軍団に、訓令を発出したが、フランソアには別の考えがありろ第一軍団を、追撃し、そのまま投進した。 中央部右翼に配置された、ロ13軍団は有力な敵に遭遇することなく、オルシティンへと進軍したが、小詰めとなるはずの第6軍団がすでに改装しており、サムソのフは、ロ13軍団に対して、オルシティンを放棄し、中央部の戦線を支援するように命じた。この命令が達成された時、ロシア第2軍の大半が、戦線の中央部におり、ロ15軍団、 23軍団の一部であった。8月28日の夕方、ロシア軍が危機的な状況が極限にまで達していることは明らかであった。ロシアは右翼にいたロダイロク軍団と左翼にいた第一軍団がそれぞれ退却し、一方中央部は深刻な補給物資の不足に陥っており、もはやこれ以上攻勢を続けることは不可能であった。 サムソの府に許されたことは国境まで軍を引き、そこで体制を立て直すことを試みることであった。またサムソの府は、例年カンプに、軽ニヒスベルクへの前進を放棄して、南西の支援へと向かうように要請した。しかしフランソワはこの時すでに東へと進軍し、ロシア軍の退却路である南に戦線を形成していた。北部の独大17軍団は南下し続けていた。 翌日ロシア軍の中央部は軍の再編成中にこれらの軍と交戦し包囲されていることに気づいた。タンネンベルク東に形成された包囲網は29日までの間徹底的に砲撃にさらされた。ロシア第一軍が救助に向かおうと試みた時にはすでに大勢は決していた。独第一騎兵次第が海外を阻止するための盾となり、 この戦闘が終わった時、機械囲い部隊はロシア第2、軍の包囲網から7 0トル離れた、地点までしか進めなかった。8月30日ロシア第2軍は、フロゲナウ近くの故障地帯で壊滅し、9万2000人が捕らえられ、7万8000人が死傷し、わずか1万人が逃れることができた。60の列車がロシアの捕虜をドイツに送るために使われた。 サムソの夫は逃走したが、ニコライ2世に第二軍の壊滅を報告するより、拳銃自殺を選び29日に死亡していた。一方ドイツの損害は15万人のうち1万2千人程度であった。ヒンデンブルクはタンネンベルク村近くで勝利という内容のイタリ宮殿を送り、タンネンベルクの戦いとして世に知られるようになった。ロシア第二軍が 合意殲滅された地としての g エ n オルジアトネクの近くに戦勝記念モニュメントが建設され、1935年10月にヒンデンブルク大統領の国葬が行われるなど、ナチスの格好の宣伝材料とされた。ここは、タンネンベルク村から北東 20km に離れていた場所である。ドイツ勝利を記念したリボン、上から皇帝ビルヘルムに聖。 ドイツの象徴であるわし、ヒンデンブルク・タンネンベルクの英雄で、すべてに、ラテン語で万歳と記されている。この勝利により、ロシアの第一軍は、東プロイセンから、ロシア領内へ撤退した。しかし、ロシアの東プロイセン侵攻は、ドイツ軍に、西部戦線から二個軍団を抽出することを、強要した形となり、対戦においては、マルヌ海戦において、フランス軍を立ち直らせる。 原因の一つとなった。皮肉なことに、この西部戦線から移送された軍団は、単年ンンベルクの戦いには間に合わなかった。しかし戦役は一週間後に起きる、第一次マズーリ国交正へと続き、ドイツ第八軍に対してロシア第一軍のみで、退治しなければならなくなったロシアは、開戦前の国境地帯まで撤退を余儀なくされた。そしてソ連時代の第二次世界大戦が終わるまで、 この地を取り返すことは叶なわなかった。ロシアは、初戦の大敗により、第二軍の兵員、約20万を文字通り消失させてしまうこととなったが、南方の東ガリツヤでは、オーストリア軍に大勝利を収めており、東部戦線の崇勢を決める戦果とはならなかった。この勝利は、ホフマンの軍港としてでなく、ヒンデンブルクとルーデンドルフの軍港として、ドイツ国民に懸念された。 1917年以後のルーデンドルフの独裁やバイマル共和国大統領ヒンデンブルクの出現はこのタンネンベルクの英雄というイメージに基づくものであった。後に同地にはタンネンベルク戦勝記念碑が建てられたがナチスドイツの第二次世界大戦敗戦によって同地はポーランド領となり記念碑も破壊された。ありがとうございます。